キュルルーン、おかえりなさいませ。ミリさんちでお給仕してるサラサとクルルとルカとアナです。あとリズちゃんもいます。クリスマスの営業が終わって、うん、営業後にみんなでタッパしようって帰れなかった人たちで全然同じ組24の営業後、うん、クリスマス意識した服着てますか？確かにサンタさん赤リットはやばい。リズさんがモッツァレラを持ってきてくれました、ね、食べかけのえマジいらないよ。だってそれ4時間くらいのバックヤードにあったもん。誰のですか？リズちゃんだよ。あ、リズさんだよ。それバックヤード4時間あったの。リズさんがタコ写してくれ。タコタコでーす。腹減ったな。エレベーターこれバグってる可能性。バグったゴミ箱にしたけどさ、絶対まずいうどんだよ。しかも、え私でもそんなことしないよ。だって前世猫だから。ルカちゃん美味しいわ。取んなくても食べれるんですか？え、全然食べれますよ。これは普段から食べてる人なんだろうね。これ皆さんこれが何だかわかりますか？問いかけるし、そろ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 やりますかね。やる気が出た。んなもんねえっつってんだろ。んなもんねえよ。え、でもリンさんがあるって言ってる。ごめん、うちんちにあった。え、これとりあえず1個入れていい？マグカップするやる気ない。で、卵。あ、でもこれはさ、何グラムなの？あ、500グラムじゃん。ほら。じゃあ4、5分割で。何のほらかわかんないけど、ほらっつっちゃった。じゃあこれは 2000ml だから、少ないよ、水全然。普通に。てか、卵先に入れた方がいいんじゃない？卵先に。卵どこにあるの？何グラムで何個食べてます？たこ焼き粉 50g に対して卵2個なんだけど、え、それは、うん、じゃあ 500g 入れたよ。今 500g 入れます。10個もう消える。そのうち自分の爪を入れるんだ。第2弾やるんだ。私これこぼす気がするな。最近から始まったことじゃないんだけど、マジで左右毛なんだよね。何それ？え、マジ左と右は分かんなくなる。え、あ、でもちょっと分かります。左折とか左折とかやばいよ。左右って言ったの。頭やられてる。あれですか？計算できます？何が？手数字とかできるわ。食べられてる。 50g で2人前だったらしいけど、それが500g。 20人前やば。お客さんに出す気がいる。明日のイベントメニュー。これってそこに入れる半分ぐらい。汁全部。本当だ。なんでさ、え、一回さ、こうやってさ、私汁入ってるのにさ、汁入れてんのずっと。いや、あ、でもほらバレないバレない。私に。え、ひっくり返すからね。いけるいける。あ、ジュージューいってる。あ、いい匂いする。いい感じじゃん。はい。すごいなんか肌色って言われた時に出てくる色って感じ。あ、うん、サク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 。たこ焼きでタコ入ってる。すごーい。なんかさ、すずちゃんにさ、タコ出てきてるよ。なんかすごいいっぱい食べるよねみたいな、うん、なんかいっぱい食べてるとこ見てほしいって言われた。特殊すぎだろ。いっぱい食べてる。私ちょっとなんかパフォーマンス素晴らしい。食べるふり、すずさんやね。とりあえずの確かに。じゃあ何個か。これは大阪風ですか？これは何だろう。おお、助けて。あ、意外に足りなかった。足りるから一気にバッと入れた方が。一気に。すいません、すいません。ちょっと次私が担当させていただきます。お願いします。タコいただきます。食べます。いい？うん。うまい。オリーブオイルの海。昔入れるか。今自分の持ち場分かってる。担当。ちょっともう一本ください。すごい頑張ってくれる。本職ぶってる。私やっとクルになろうかな。クルじゃなくて。いいかも。で、からしマヨできた。すごい天才オンニ。天才オンニ。すごいバカにされてる気持ちになるな。本当は。姉さんもしかしてバカみたいな言い方で。みんなこと結構すごいのかもしれない。パッ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 って書い
ゃん、そういうのすごくないですか。美味しい。口癖ではないし。ちょっと焦がした方が美味しそうだね。ね、やっぱ油多めがいいんだろうね。明太もちチーズ美味しそうだよね。絶対美味しい。うなちゃんもしかしたら食べない？全然食べない。私よく食べるけど飽き性なんだよね。これ素で食べるの？あ、でもポン酢とかあればよかったかもしれない。かわいそうだからかけてあげる。かつお節しかない。揚げたこ焼きの方が美味しいですもんね。みんなこうやばいんじゃないかなって、この大きさっていうか。あ、無理無理無理、疲れた。大丈夫か。あ、誕生日おめでとう。ありがとう。何歳でしたっけ、この人。西暦確かに西暦じゃん。でも日本とかはさ、仏教徒の人とかだからさ、いや信じる神違うからお前のことなの信じねえよってなるけど、なんでだろう。やりすぎすぎ。